はい、レッドボーイ一郎です。今日はですね、那須高原友愛の森道の駅に来ました。はい、那須高原友愛の森道の駅なんか久しぶりに来たんですけども、今日はね、栃木の那須の道の駅です。はい、これ入り口になってます。ここになりますね。はいはい、まずここ入り口の部分なんですけども、駐車場こっち約150台でね、向こうの方にね臨時駐車場が100台あるそうですね。はい、これが観光案内所ですかね。8時から18時までやってます。でこっちがバス停があるみたいですね。友愛の森、これで那須塩原とかに行ける。はい、あとコインロッカーも、ここ観光案内所の入り口です。ほら、自動販売機ふるさと納税ができる、すごくないですか。中にあるみたいなので、ちょっと後ほど。でこちらがあの自販機とこう分かれてますね。レストランはね11時からなんですよ。で物産センターも、物産センター9時だったかな。うん、ちょっとこっち行ってみましょう。ふれあいの里直売所トイレ、はい、ようこそ那須高原バイクスタンド。結構バイカーも多いので、ここはね、あの自転車でも来れるようにこういう設備を用意してるみたいです。でこれが施設案内かな。うん、現在トイレギャラリーの前にいます。右が情報館で、左がふれあいの里直売所で、工芸館っていうのもあるんだね。石舞台っていうのもあって、さっき言った通り物流物産センターとナストランっていう、レストランですね。ナスに引っ掛けてナストラン。で駐車場があると。ギャラリーストリートというのはもうトイレの間にあるスペースもあります。トイレスペースの写真、こういったね、この真ん中のスペース、すごい小鳥のね、ナスギャラリーがあります。こんな感じで抜けれるようになってたね。いちご王国栃木、ちょうど4月中旬なんで、いちごもね、今取れる収穫できる。自販機コーナーがね、ここあります。はい。ガイドさんの自販機あります。ああ、なんか懐かしの復刻版のコーラとジンジャーエール、蜂蜜レモンもあります。紙おむつのパンチタイムのタイプもあります。でこれ M サイズ、L サイズ、肌に優しい、お尻拭き70枚で240円という。ありますね。うん、24時間おむつ販売中ってことで、ちゃんとおむつはこっちから出てくるんだね。うん、すごい。はい、はい、直売所の前のね、食べるスペースもあるみたいです。天ぷら、母ちゃんカレー、スイカのソフトクリーム、ポテトコロッケ、きんぴらコロッケ、おからコロッケ、あ、ほんといいですね。このコロッケ、あれきんぴらコロッケをちょっといただきたいなと思います。すいとんも名物みたいですね。はい、ふれあいの里直売、ふれあいの里直売所の横に定食。はい、ちょっと行ってみようと思います。直売所の売店というか、食べるところ、まず直売所で那須高
キラとかありました。キンキラのコロッケ。なんかもう味ついてるじゃないですか。ね、120円。うん、そして三ヶ根さんがナスのスイートン。朝から食べ過ぎかもしれない。これです。パン2個食べてまたこれを。美味しそう。じゃあまず牛乳からいただきたいと思います。ナスの味する。久しぶりに牛乳飲みました。ね、うん。美味しいです。これはね、ソフトクリームも美味しいんだけど、牛乳の方がダイレクトに伝わってきますね。こちらはこんだけ入ってます。いただきます。うん、きんぴらの味噌ね、うまい。うん、ソースかけなくてもきんぴらの味がしっかりついてて、でもお芋も一緒に入ってるから、うん、すごい歯ごたえ。うちのコロッケ大好きだから。これね、120円は安い。大根と人参と中のスイートンはどうなってるの？なんかあ、これあスイートン私食べたことの初体験かもしれない。直売所のスイートンです。食材、野菜、大根、人参、椎茸、里芋。スイートンめっちゃうまい。一郎さんが好きな感じだと思います。表面から見るとジャガイモみたいな、なんか水餃子の美味しいよね、スイートン。味わいがいい。美味しい。なんていうのかな、大体こういうのって濃いけどさ、これ結構薄いね。スイートンとの兼ね合いがすごいいいですね、これ。スイートンがめっちゃうまい。めっちゃうまい。直売所の横ですね、工芸館が、あちらにあります。じゃあ工芸館ですね。工芸木工。ガラスとか。回転できるみたいな感じがしますね。で、こっちに像があるみたいです、うん、そうですね、こういうところもあるみたいで、向こうにね、ゲートボール場もあるみたいで、なんかステージみたいになってるけど、石の工芸館の横にあるエリアです。はい、あそこがナストランっていうレストランですね。ここはね、中央の広場みたいな感じになってます。結構石とね、森でいろいろ構成されてます。はい、なんか温かみがあってすごいいいなと。中央のフロアですかね。これなんでしょう。ナスコマ。山田康夫さんの作品です。ちゃんと座れるんだな。これで、うん、すごい。正面から見てみましょう。こんな感じになってます。いいですよ、この木々は最高ですね、これ。さっきの石のステージがあって工芸館があります。オルトール調のね、音楽が流れてて、これはちょっとなんか癒しの道の駅って感じがします。なんかこの風とね、緑の匂いを感じる。でね、ここの正面ではないんですけど、ナスの食レストラン、ナストランクラブって書いてあります。ナスが牛ステーキ丼とか、ナスのうち弁当とか、コロッケ定食、ビーフシチューセット、サイカレーセットな、スイートン定食、キュービ定食、すごいな、なんかわかんないけど、ステーキ丼、やっぱ和牛有名だよね。ナスのうち弁当っていうの限定食になってるんだよ、これいいよね。ナスの恵みたっぷりのこだわりのランチプレートっていうの、ちょっと食べてみたい。
おい、スイートン定食もあるって、本当スイートンも名物になってるんですね。こっち側も見てみますかな。お飲み物もあります。うん、あ、お持ち帰りで那須和牛焼肉丼っていうの。那須高原の牛乳。あ、コーヒー牛乳があるのが嬉しいですね。那須プランの横にあるのがふるさと物産センター。ここでおそらくお土産とかね。いろんなものを買えるんじゃないかなと思いますので、はい、というわけでね、物産館の前、中でね、牧場カフェ、なんかコーヒー牛乳のことカフェっていうのね、こっちってなんか昨日からね、カフェカフェって言ったら、このなんていうのカフェオレのこと言ってんのかってちょっと思ってんだけど、うん、まあ、生乳 60% 使用ってことで250円いただきます。濃い、超濃い、香りがすごいな、うん、石田さん飲んだ後の香りがすごいきた、あのね、60% 書いてあるけど、コーヒー豆の香りと父の香り、両方すごい、うん、ね、コーヒーの風味すごいよこれ、香りがすごい、うん、香りだけですごい、これはすごい香るコーヒー、冷蔵庫にも売ってたんだけど今日ここで買ってみました、うん、非常に美味しい、カップとどっちが美味しい、うん、あ、こっちです、うん、まあ、値段違うから、うん、そもそもやばなこと聞いちゃって、はい、すいません、時間にもうなりそうなので、ナスの食レストラン、ナストランクラブに行ってみようかなと思います。はい、じゃあ限定食のね、ナスのうち弁当頼んでみました。すごくないですか、こうやって見ると限定食なんで9種類、これがナスのお米コシヒカリ、ナスヒカリです、うん、で次ナスのニラが入ったおそばです。うわー、すごい、ナスの白美人ネギ、美人になれるので、この真ん中がナス和牛を使っているやつだ、すごい綺麗だな、うん、和牛肉使ってます。で、ナスの美ナスまたは、あ、5番これだ、春巻きですかね、うん、ね、高原野菜っていうのが6番これです、高原野菜、高原野菜です。で、ナスの食材、ナスープこれです、ナスープ、ナスのフルーツ、イチゴ、イチゴとブルーベリーと入ってます、プリンかなこれは、うん、で、最後、ナスの牛乳入ってます。ナスの光のお米からナス、私は美人ネギから食べます、ネギ、うん、美味しい、シンプル、塩むすび、うん、美味しそう、うん、お米が美味しいです、野菜のスープ、うん、本当だ、美味しい、うん、味は、うん、なんか薄くて美味しい。一郎さんの好きな酸っぱい味付け。うん、うんうん、うまい。めちゃくちゃうまい。薄だね。うま、うん。美味しい。美味しい。あ、うまいっすこれ。めちゃくちゃ美味しい。ナスのニラを使ってます。これ。なるほど。いただきます、うん、うん、おいしい、冷たおそばです、めちゃくちゃおいしい、うんうん、ニラと合うね、あ、ネギ入ってんのかな、違う、これはですね、ネギ、あ、メニュー見ればナス、ナス、
ナスまたはウド。うまい、うん、これが一番うまいんじゃない。イチローさんって春巻き嫌いなはずなんだけど、すごい喜んでます。うまっ、うん、パリパリだし、おいしい。これはナスの旬の高原野菜です。すごい、いろいろ入ってるよ、うん、ほら、高原ね。うんうんうん、あ、いいなこれ。薄味で美味しい、うん、ポテトサラダもあります。うんうん、うまい。あんかけみたいな、これですね。めっちゃ美味しそう。特製ハンバーグ、うん、ナス和牛が入ってるみたい。そうだな、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。何これ。あ、なんかさ、全体的に味が薄くて美味しいね。野菜を中心にしてるからね。すごい美味しい。これはうまい。やばい、全部美味しい。ふるさと納税の自動販売機、これすごいのが、道の駅のクーポン3枚1万円、2万円、3万円、4万、5万、10万、あ、宿泊利用券1万、3万、10万、すごくないですかこれ。もうクレジット対応なんですか。額が額だから。あ、そっか、あの、そう、そうだよね、現金じゃないんだ、うん、そういう流れになってます。というわけで、道の駅那須友愛の森終了しました。那須トランでね、こういった那須弁2023食べてお得っていうのスタンプをしてもらいました。どうでした今日の道の駅友愛の森。あの、買い物もしたし、はい、美味しいランチも食べたし、もう非常に、まあ、本当ね、駐車場も広いんですけど、敷地がそもそも広くて、情報館で直売所、あと工芸館、あとあのギャラリー店とかね、あとは本当レストラン、あと物産館、まあいろいろね建物が分かれてる感じになってて、買い物も、食事も野菜も、まあまあ本当道の駅がぎゅっと詰まった感じね。すごいいい道の駅になってると思います。ちょっとやっぱ那須に来たらね、必ずここは立ち寄るんだなっていう、うん、那須をね観光する際には絶対寄ろうと思います。次のちょっと目的地にバス乗って帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。